あ、行った、え、行ったって、行った、行ってる、行ってる、ちょっとこれ、もっと、もっと、一番に行ったんかい。一番に行きました、行きました。おめでとうございます。あれってあれ。はい、どうも、翔平 TV です。はい、本日はモンタンスポーツにいるんですけども、先日ですね、翔平 TV が、チャンネル登録1万人突破しました。本当にありがとうございます。いや、本当にいろいろ、思い入れはあるんですけども、ようやく1万人ということで、他のね、仲良い YouTuber なんかはもうね、1万人突破してて、ちょっと置いてかれてた感じがしたんで、悔しかったんですけど、ようやく皆さんのおかげで1万人突破することができました。本当にありがとうございます。そしてですね、この YouTube を始めるきっかけになった向こうさんだったり、大井くんにも、すごい感謝をしてますし、その他、たくさんご支援、応援をしてくれた皆さん、スポーツショップの皆さん、メーカーの皆さん、本当にありがとうございます。てなわけで、まあ、1万人突破したんで、エンディングでご紹介してた、ソフトの、公式の内野使用グローブなんですけど、10月末のプレゼント企画として、また後で詳細は、告知しますんで、お楽しみに。というわけで、今回はこちらのね、源田モデルのグローブ、軟式内野使用ですね。こちらを、当選発表、今回していきたいと思います。今ちょっとこう選んでたんですけど、たくさんのコメントがあって、しかも一回コメントしてくれた方や、何度も何度も、コメントしてくれた方たくさんいまして、いや本当にもう500件以上もしくはもっとかもしれないですね、もう数えきれなくて、はい、来てましたんで、本当にこれ選ぶの大変だなと思います。その中で当選者を1名選ばなきゃならないんですけど、モンタナさんと相談をした結果、当選者はこちら、つむなぎあずさんに決定しました。おめでとうございます。はい、本当に源田モデルへの愛だったり、家族で一緒にね、翔平 TV を見てくれてたり、まあそういうところで、選ばさせてもらいました。おめでとうございます。で、当選されたつむなぎあずさんは翔平 TV の Twitter かインスタに DM をしてもらって、その自分のアカウントを、スクショして送ってもらって、ちゃんとこう本人確認できるようにしてもらって、住所を教えてもらって、モンタナスポーツさんの方から発送っていう形になります。そしてで、この源田モデルのグローブなんですけど、1万人達成した時に走りやおいチャンネルのおいくんがこの源田モデルを水もみをしたんですよ。で、今それからもう約2日ぐらいか4日か5日ぐらい経ってるんですけど、もう重さもなくなって乾いて、本当にこう使いやすい、すぐ使えるようなグローブになってます。ボックス型になってまして、はい。で、これをね、お送りしたいと思いますんで、お楽しみにということで、はい。で、まあ当選発表終わりましたけど、今僕が着てますこの翔平 TV T シャツ2022年版なんですけど、なんと本日の8時から販売開始です。ありがとうございます。この T シャツを紹介した時のコメントとか、それ以外でも一緒に着たいと言ってくれるお声がね、結構ありましたんで、モンタナスポーツさんのオンラインショップにて本日8時から、販売します。で、カラーはネイビー、そして青、そして赤っていうことで、3種類で、やっていこうと思います。で、サイズなんですけど、サイズは S から XL までありまして、僕が着てるこれ XL なんですよね。で、良平が撮影の時着てたやつは S なんですけど、ちょっと良平がこう手を挙げたらね、お腹こう出ちゃってたんで、まあ良平でもまあ L とか M とか170ないぐらいの良平が着て、まあ L か M ぐらいなんで、はい。で、僕は181ぐらいあるんで、 XL で着てますんで、まあそれ参考にしてもらって、ご購入してほしいなと思います。そして、今ね、このデザインを見てほしいんですけど、今デザインこれね、ベースボール YouTuber 1万フォロワーズ、はい、翔平 TV になってるんですけど、これ販売するときちょっといろいろ変わりまして、まずこちらのね、 R&M、こちらのカラーはこのシルエットと同じ金色になります。そしてこの1万フォロワーズっていうところ、50枚限定で、先着順で販売させてもらって、それ以降は通常版2022年版として、この1万フォロワーズなしの状態のベースボール YouTuber とこのシルエットとこの文字っていうので、販売ということで、この1万フォロワーズはもう記念としてね、限定50枚販売させてもらうことになってます。なので、お早めに、ご注文していただきたいと思いますんで、いつもね、一緒にやってる良平だったり、大井チャンネルナオピー向こうさんだったり、
もう皆さんも今着てもらってて、これなんか向こうさん大好きで最近よく着てるんですよね。はい、なんで、まあ、向こうさんの動画も大井くんの動画も、ナオピーの動画も、しっかりこう見てもらって、あ、翔平 TV のシャツ出てるなとか思ってもらって、皆さんでもう本当にこの野球 YouTuber 結構こう仲いいしチームでやってる感じでもあるので、撮影もはい、まあ、今後ともみんなの、チャンネル登録とみんなの応援をぜひともよろしくお願いします。そしてね、最近ですね、まあちょっと話変わるんですけど、最近新しい野球 YouTuber さんと交流があるんですよね。大阪から来た、前来たね、ゆうぽんチャンネルとか。ゆうぽんチャンネルの相方のヒロトっていうのは、ヒロトもいるまで、もう4年ぐらい前の僕の練習会とかも来てくれてて、まあ、それぐらいの仲だったんですけど、まあ、いつの間にかゆうぽんチャンネルの方に、大阪のゆうぽんチャンネルとコンビになってまして、まあ、ヒロトもいるまで一人で撮影とかしてるっぽいんですけど、まあ、そこをまあ僕と一緒に撮影とかしてコラボして、まあ編集とかも今結構教えたりしてるんですけど、もう3人ぐらい野球の YouTuber 知り合いまして、結構インスタライブとかコラボとかしてるんですけど、もしねそういう興味あったら見てほしいんですけど、山口県で活躍されてますクレイジー P さんって方と、陸ベースボールチャンネルさん、多分まだ始めたばっかかな、リクトはね。クリラバさんもグローブの手入れだったり、なんか直したりとか、片付けとか、すごい上手い方なんで、彼はね、確か静岡の方だかな。うん。で、よくね、インスタライブとかね、よくコラボしたりされてるんで、それを結構僕は見てるんですけど、結構面白い内容とかもあるし、彼らと良平をくっつけたら、なんかすごい面白いなっていう感じなんで、もしグローブのこと好きな方いましたら、ぜひともインスタからね、飛んでほしいなと思います。多分そのみんなのグローブ合わせたら多分100個以上、200個かな、300個かな、それぐらいいくんじゃねえかっていうぐらいの、本当に野球大好き、グローブ大好きな方たちなんで、動画概要欄に貼っときますんで、ぜひともみんなの、フォローをぜひともお願いします。はい。はい、そして1万人突破しましたんで、良平からのね、皆さんのプレゼント、デサントの公式用の内野手用グローブ、こちらをプレゼント企画、発動ということで、10月31日当選発表として、応募期間とさせてもらいます。応募方法ですけど、もちろん翔平 TV のチャンネル登録、そして、10月31日までの動画にもう1回でもコメントをする、そして動画のね、概要欄に貼ってます。僕らのインスタとかツイッター、しっかりフォローしてもらう。もうそれで、はい、応募完了となりますんで、ぜひともコメントたくさんしてもらって、もう自分をね、アピールしてもらって、良平をね、この子にあげたいなって思わせるような、感じに、たくさんアピールしてもらいたいと思います。というわけで今ね、告知しました。源田グローブの当選発表。で、翔平 TV シャツの、販売、本日8時から、開始と。限定50枚でこの1万フォロワーズという記念のねやつで、それ以降はこれなしの通常版です。他の YouTuber さん結構面白い人いるよっていうね告知と、デサントの、プレゼント企画開始というこの4つ、今回お話ししました。今後とも翔平 TV、 そして他のね仲良い YouTuber の皆さんもともねよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではおろしゃー、よろしく。動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではアレッサー、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。